なさんこんにちは。今回は大分県大分市の中央町入口交差点を紹介します。大分駅から約220メートル、徒歩3分のところにある交差点です。この交差点にはメロディー式信号機が残っています。早速聞いてみましょう。テイクさんは、帰るときにたまたまこの交差点の信号に引っかかったときに録音したものです。なので途中からになっています。次は写真です。時間が押していたためあまり写真は撮れませんでした。最後に銘板を見てみましょう。歩道は信号電在制で2013年2月製です。制御機はオムロン製で2007年12月製です。音響は日本信号制で1992年2月製です。また、名称が視覚障害者用交通信号負荷装置ではなく音声発生装置になっています。以前はメロディーとともに音声案内が鳴っていたらしいですが、2012年から2015年あたりにならなくなったようです。というわけで、今回は大分県大分市の中央町入口交差点を紹介しました。次回はまた別の交差点を紹介します。チャンネル登録や高評価、コメント等などもよろしくお願いします。次回もお楽しみに。